ずは無敵だぜ。ミッチェル神戸を無得点。本日もこちらのハラミ飯をいただきました。いつもよりからしを多めにかけてペロッといただきましたが、この組み合わせも相性抜群で非常に美味しかったです。昨日昌平高校相手にユースの選手が勝利をしたピッチの前からのお届けした。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。今日も毎節恒例になっているこちらのもつ煮丼をいただきました。今日もご飯がこんもりと盛られており、もつ煮の方もたっぷりと入っていて、もつもプルプルで美味しかったです。また野菜にもしっかりと味が染みていて、大根はとても美味しかったです。たくさんスタグルを食べられたので、あとはカツのみ買って帰りましょう。美味しかったです。ごちそうさまでした。
の平本の会社
だよ、よくやったよ。お前同じ感じ。